ペルモビール M シリーズの誤作動防止について説明します。 M シリーズには M1、M3、M5 がございます。すべて誤作動防止の方法は共通となっています。車体後方ペルモビールのロゴマークの下にメインブレーカーがございます。メインブレーカーをオフにします。メインブレーカーをオフにすることで手元の操作器を押しても反応しなくなり誤作動が防止できます。車椅子を手で押す際にはブレーキをリリースします。 M シリーズのブレーキリリースは車体前方のこちらのバーを内側に倒します。左右にございますので共通の操作を行います。車椅子の移動が終わった際には必ずブレーキリリースバーを元に戻してください。車椅子が動かないことを確認してください。 M シリーズフックをかける位置は前方がこちら、後方がこちらにございます。フック用のステッカーをご確認ください。左右ともにございます。バッテリーの使用については車体後方のキャスターアームに添付されているこちらのステッカーをご確認ください。詳細の使用書が必要な場合にはこちらの QR コードから取得してください。バッテリーを目視で確認する必要がある場合には車体横側のこちらの隙間から確認ができます。 M1 はバックサポートを倒すことで車体サイズを小さくすることができます。椅子の右側にあるこちらのシャフトを引き抜くことでバックサポートを畳むことが可能になります。こちらの赤いボタンを押しながらピンを引き抜きます。手で支えながら引き抜いてください。バックサポートを前側へゆっくりと倒していきます。